私はメリッサ・シンプソン、アメリカのテキサス州で警察官をしている。おいメリッサ、お呼びだぞ。今度はガソリンスタンドの客が揉めてるってよ。また事件？もうこれで今日5件目よ。この仕事について4年になるけど、この日ほど忙しい日はなかったわ。やっと終わった。気づけば時刻は22時。一日中動き回ってヘトヘトに、私は着替える気力もなく、制服のまま警察署を出た。ここ最近事件が続いてろくに休みも取れていない。その上この長時間労働。警察なんてブラック企業もいいとこだわ。平和な国が羨ましい。この時の私は早くシャワーを浴びてベッドに飛び込みたい。そんなことばかり考えていた。重い体を引きずり、なんとか部屋の前にたどり着いた私は玄関にキーを差し込んだ。しかし、あれ？開かない。もう、どうなってるの？何度回しても開かないドアにイライラしていると、扉の向こうから物音が聞こえた。あ、誰かいる。家に帰ってまでトラブル。うんざりする気持ちと同時に、ふつふつと怒りがこみ上げてきた。警察よ！ドアを開けなさい！不法侵入よ！早く開けなさい！なんだよ、うるせえな。ドアの奥からかすかに聞こえてきた男の声。やっぱり人がいる。私は銃を構えた。するとドアが開き、現れたのは見知らぬ黒人の男。一瞬ポケットに拳銃が入っているように見えた。危険を感じた私はとっさにその男をめがけて2発の銃弾を撃ち込んだ。不法侵入した犯人を撃つことはアメリカでは正当防衛として認められることが多い。そう、これは仕方なかったの。何度も自分にそう言い聞かせ、ふとドアの向こうを見てみると、そんな、ここ私の家じゃない。え、じゃあ彼はまさか。見慣れない部屋と血まみれの男。一体私は何をしてしまったの。自分がしたことが理解できないまま、ただ呆然としてると、おい貴様、動くな。連行する。抵抗するな。銃声を聞いた住民の通報で駆けつけた警官に連行された。その後真実を知った私は愕然とした。なんと私が入ろうとした住居は1階上の部屋だったの。そう、私は何の罪もない男性を。こうして私の人生最悪の勘違いは全米をにぎわすニュースになった。この事件を受け、黒人団体は公平裁判を求めデモを起こしたわ。正しき法の裁きを。それは白人警官が黒人を殺しても罪に問われないという歴史があったから。その頃私は自分の犯した罪の重さに耐えかねて、眠ることも食べることもできず、心身を崩していた。おかしなところはたくさんあったのに、どうしてちゃんと確かめなかったの。あの時どうして。後悔しかなかった。私は一生この十字架を背負って生きていかなければいけない。彼には何の罪もない。家族もいるだろうに。そう思うと心が引き裂かれるようだった。そしてとうとう私の裁判は始まった。あなたはジョン・クルーズ殺人の罪を認めますか。はい、認めます。どんなことをしても許されるはずがない。すべて正直に話し、厳格な裁きを受けよう。そう考えた。裁判の判決は検察側が求めた28年を下回ったものの、禁錮10年の実刑が言い渡された。これまでの無罪の通例を覆した判決に黒人団体は大いに喜んでいたわ。そんな中、神妙な面持ちの青年が傍聴席から裁判官に声をかけた。あの、直接彼女に話しかけたいんですが。あなたは？それは被害者の18歳になる弟だった。彼は被害者の家族としてどうしても私に言いたいことがあるという。裁判官は彼に発言の機会を与えた。私はどんな非難も覚悟した。でも彼が口にした言葉はそこにいた全ての人を驚かせるものだった。もしあなたが心から申し訳ないと思っているなら、僕はあなたを許します。きっと兄もあなたを許すでしょう。僕はあなたが刑務所に入ってほしいとすら思わない。兄も絶対に同じ考えです。僕にはわかります。兄弟だから。彼は涙ながらに思いの丈を語った。最後に、もし許されるなら彼女にハグをしていいですか。お願いします。どうか一度だけ。そう言ったの。彼は私に近づき、
そしてハグをした。ごめんなさい、私あなたのお兄さんを。いいんだ、あなたは最良の人生を歩んでください。50秒間のハグ、その間私の泣き声が法廷に響き渡った。その光景は全米に放送され、たくさんの人の心を動かした。憎しみや悲しみを乗り越え、許すと言ってくれた彼を裏切らぬよう、私は罪を忘れず、これからを生きていく。